高橋ひかる、ハイウェイランウェイアフタートーク。今日はですね、メッセージを紹介したいと思います。ウェイウェイネーム、ダイナの夜明けさん。ひかるちゃん、こんにちは今回、今回 <laughs> 今回、ひかるちゃんに相談があり、初めてメールを送らせていただきます。私は高校2年生なのですが、このご時世のため、楽しみにしていた修学旅行が2回延期になってしまいました。しかし、3月に京都、市外の修学旅行が正式に決定しました 京都は何回か訪れたことがあるのですが、滋賀県は恥ずかしながら行ったことがなく、自分自身、滋賀県に関しては琵琶子しか知りません。そこで、ひかるちゃんの地元、滋賀県といえばのおすすめの名所は名物を教えてくださいほーえ、待って、どこに住んでるのって感じ。滋賀県に来るの修学旅行で <laughs> ありがとうございます。<laughs> 滋賀県に修学旅行で来るなんてかないから、普通奈良とか、 三重とかは行きますよ。和歌山とかね。アドベンチャーワールド行ったら楽しい。滋賀県にはアドベンチャーワールドはない。<laughs> どうしよう。えっ、ー、と、ビア博物館とか、私個人的には、あの、ビアしか知らない。なら、美アコをもっとより深めていただきたい。美アコ博物館はね、私何度言ったかな。もう5回ぐらい言ってますね。なんかね、美アコ博物館は、まあ、ビアの歴史であったりとか、美アコの成り立ちであったりとか、美アコがどう誕生したか。いろんなことが。 知れれるるんですね美の水がどう使われているかなんかそれがね、ワクワクしてね、ビアコってこんなすごいとこなんだってことは知れてね、私はね、すごく好きですよ。滋賀で食べれるものはですね、滋賀県やっぱり近江牛はね、美味しいと言われるんですよ、ね。正直、近江牛高い。だから学生さんにあまりお勧めしない。だから私は、あの、滋賀県意外と、あのー、 なんでしょう映えスポットとかも、ね、あってね、滋賀県であの自然プラス映えが重なったら最高じゃないですか。都会プラス映えは当たり前というか、まあできてるじゃないですか。もういっぱいあるから、じゃなくて、滋賀県の自然プラス映えが重なってるとこにぜひ行ってもらいたいなと思うので、琵琶湖の近くに、あの、何んっっけ、あそこ。なんかね、まあなんか湖畔にね、カフェがあるんですよ。結構いろんなとこに、あの、北の方にも南の方にもいろいろカフェがあって、あの、琵琶湖を眺めながら、 あの、カフェができるっていうところがあったりするので、そういうところ、意外とね、ご飯美味しかったりするのと、あとね、なんかその自由行動でどこにでも行ってよって言われるのであれば、クラブハリエっていうところね、バウムクーヘンが有名なところがあって、すごくそこのお店も可愛いので、これから緑があの、目立つ時期になっていったらね、ちょっと青々としてすごく綺麗なので、ぜひそこにも行ってもらいたいなと思うんですけど、意外としがってね、調べれば美味しいものもあったりとか、いろいろあるので、ぜひ楽しんでほしいですね。四学旅行2回延期になっちゃって、 たとは言いつつもあのちゃんとね修学旅行がねまだあるということで良かったです本当楽しんでもらいたいですここ2年生かそっかなんで高校生の修学旅行で滋賀県来てくれるんだろうそれが本当に嬉しい修学なんから小学校とかだったらねまだね近所しか行けないからとかわかるんですけどありがとうございますぜひ滋賀県と京都の修学旅行楽しんでね 高橋ひかるハイウェイランウェイアフタートークはこんな感じでゆるっとお届けしていきますのでお暇な時にお付き合いください。ここまでのお相手は高橋ひかるでした。